アントニー・ノボトニーは、チェコスロバキア共産党、第一初期、チェコスロバキア大統領。1921年、チェコスロバキア共産党に入党。第二次大戦中の1941年から1943年まで、強制収容所で過ごす。戦後、プラハを拠点に活動し、頭角を表し、1951年に、中央委員会幹部会員になる。 1953年、クレメント・ゴットワルトの死後、東大一初期に就任。1957年には、大統領職も兼ね、1956年の、スターリン批判に起因する体制の動揺を、最小限に食い止め、社会主義体制の建設を推進。しかし、1960年代に入り、経済成長が鈍化し、5カ年計画の見直しを迫られる。 またスロバキア別紙の態度から、スロバキア共産党指導部と対立するようになる。共産党体制への批判や改革要求は、次第に、東第一初期と大統領を兼任しているノボトニー、個人に集中していき、最終的に、1968年1月の中央、委員会総会で、第一初期の職を、スロバキア出身のアレクサンデル・ドゥプチェクに明け渡した。 3月には大統領を辞任。8月の軍事介入後も政界に復帰することはなかった。正常化後の1971年に名誉回復を果たした。1975年1月28日死去。ありがとうございます。